それ食い終わったらちょっと寝ろ。ごちそうさま。よし。何してるんだ？トランプしよう、ユキトさん。あのな、それじゃ休んだ意味がないだろ。だって眠りたくないもん。どうして？夢見たくないもん。空の夢じゃなかったのか？ううん、空の夢だったけど、今までと全然違った。ぽっかりと月が浮かんでて、すごく明るかった。私、空に登ろうとしてた。体中がズキズキ痛くて動かないのに、ずっと高くまで登ろうとしてた。そしたら声が聞こえてきたの。声？たくさんの人の声。私、それで分かった。みんなが私を閉じ込めようとしてるって。耳の中がワンワン鳴って、それ以上登れなくなって、それで閉じ込められる。もう見たくないな。ただの夢だろ、気にするな。うん。ユキトさん、暇だよね。ん？なんだ？うん、海へ行こう。そっか、約束したんだったな。うん、浜辺で遊ぶの。砂を掘ったり、波から逃げたりしながら。俺もか？いいよ、ユキトさん見ていてくれるだけでも。いや、いいよ、約束だからな。本当？嬉しい。でもな、ん？今日はやめておこう。え？お前まだ具合悪いだろ。良くなってからにしよう。お前、楽しいことが待ってたら頑張れるんだろ？うん、そうだね。じゃあ明日行こうね。あ、そうなるように頑張れ。うん。夢はだんだん昔へと遡っていく。その夢が女の子を蝕んでいくの。最初はだんだん体が動かなくなる。それからあるはずのない痛みを感じるようになる。そして女の子はすべてを忘れていく。一番大切な人のことさえ思い出せなくなる。そして最後の夢を見終わった。優しくてとても強い子だったの。だからユキト、今度こそあなたが救ってほしいの。その子を救えるのはあなただけなのだから。何なんだよこれ。こんな時間に誰だ？こんな時間から仕事か？あんたか。仕事はしばらく休むことにしたんや。その荷物。旅行や、ふらり一人旅、温泉巡りや。あんた、今美鈴がどういう状況か。温泉が行さんあんねん。温泉使って酒飲んでゆっくりすんねん。何考えてんだあんたは。なんや、文句あるんか。うちの勝手や。美鈴はどうするんだよ。あんたに任せる。美鈴もあんたのこと吸いとる。それにあんた意外としっかりしとる。せやからうちがおらんでも大丈夫。面倒見たってや。ほな。なんや、見送りはいらんよ。
美鈴は今夢を見ている。その夢が美鈴をこんな風にしてるんだ。いきなり何言い出すねん。そのうちに美鈴はあるはずのない痛みを感じるようになる。それから美鈴は忘れていく。俺のこともあんたのことも。最後の夢を見終わった朝、夢を見終わったらなんや。多分美鈴は死んでしまう。言うて冗談と悪い冗談があるで。うちにはうちの事情があんねん。あんたのたわごと聞いとる暇ない。娘を置いて温泉に行くのがあんたの事情か。美鈴はうちの娘やあらへん。ほな、うち行くわ。ひどなるようやったら病院連れてったってや。美鈴、俺はどうしたらいい？海、そうだな、海へ行こう、美鈴。